いということで今からディズニーランドに行きたいと思います。かわいいよ。よいしょよいしょ。じゃーん、いやー、妖精さんだそれにハマってんだよね。それ誰がくれたんだっけ。アミちゃんくれたんだよね。一人でボールをさ、こう全然できなかったのね。こうやって破壊してちょっとずつねボールを入れてね、コロコロできるようになったんだよね。成長だね、早いね。みーなーだん、今朝昼も食べてね、コインランドリー行って帰ってきたんだよね。はい。歯磨きしてんじゃん、えら。歯磨き。それね、いいよね、あの棒じゃないから喉にガンってならない。また多いね、なんかやっとゆりご飯。本当は店内で食べようと思ったんだけど、こっち来る？隣来る？あっちで遊んでくる？こっち来る？隣来る？はい、ということで皆様本日もポチッとありがとうございます。ごちゃごちゃしておりますが、今度ですね、あのナータンちゃんね、今月誕生日なので撮影に行くんですよ、ね、で、こちらをスカートをね購入しました。ワンピース、かわいい。肩だし、これはめっちゃ可愛い。そしてこれはちょっとカジュアルっぽくも着れそうなピンクのお洋服。そして見てこのスパンコール、シンデレラみたいになれるスカートです。可愛い、可愛くないこれ。じゃん、イザベラみたいな衣装買ってみました。全部ね着れるかわかんないんですけど。ということで私はやっとお腹すいた、ご飯ということで食べたいと思います。はい、ということで本日は松屋をね、あのテイクアウトしたので食べながら喋っていきたいと思います。はい、ということでディズニーランドこの間行ってきました。初めての親子仮装ということで D ハロね参戦してきました。めちゃくちゃ憧れだったので本当に、あのナタンちゃんは楽しかったどうかはちょっとわからないんですけども、私はすごく楽しかったです。ありがとうございました、一緒に行ってくださって。ナタンちゃんはティンカーベルになったんですけど、ツイッターとかインスタグラムで、写真かな、ま、載せてて、皆さんからもすごい好評でめちゃ嬉しかったですね。えなあたんちゃん、あの日がね10月2日に行ったんですけど、めちゃくちゃ暑すぎて、一応この肩だけの服だったんですよ、ティンカーベルので。夜寒くなったらいけないと思って一応違うバージョンのティンカーベル、半袖とちょっとあったかめ、まあそれに比べたらあったかめの服も持ってきてたんですけど、もう暑すぎて暑すぎていらなかったですね。で、まあ暑すぎたので昼のパレードも中止になっちゃって、でハロウィンはやったんですけど、まあこうウォーキングだけっていうだったんだよね。ちょっとねそれが残念だったなっていうのあるので、ちょっともう一回チャレンジしたいなとは思ってるんですけども、うわーこれはねダメなんだ。
食べたいよね、早く一緒に食べよう。でもこれ辛いの入れちゃったから多分無理だと思うわ。こんな感じや。なかなか自分で食べるのも難しいです。行ったのが11ヶ月でディズニー行ったんですけど、やっぱこうミルクだけじゃなくて離乳食とかも持っていかなくてはいけないのがプラスになったので、まあ、持ち物としてはいつもの持ち物プラスちょっと離乳食を多めに持ってったり、お菓子もおせんべいを多めに持ってったりしました。夏じゃなかったので冷やすこのタオルとか保冷剤とかは全く持っていかなかったので、荷物的にはまあこの時期すごく軽くて行きやすいのかなってね思いました。あとはナータナちゃんがもう一人で座れるようになったので、パイヘッドの待ってる時とかもこうずっと座れてたりしてくれてたのがめちゃくちゃ楽でしたね。すごいね、楽しかったですめちゃくちゃ。まあ楽って言ったらなんですけど6ヶ月の頃と比べるとそんなにサポートしなくてもいいかなと思います。パレードはね、ほんとね、ナータン泣かなくて乗り物も全然泣かないんですよ。普段結構音とかに慣れてたりとかするのは大事かなって思います。美女と野獣のエリアでちょっとガオーでウェーって泣いたぐらいで、あとは全く泣かなかったね。ね、まあ、自分で気をつけることと、うわ大丈夫そんな考えして、気をつけることとしてはやっぱりね、いつ泣くかぐずるかわからないから、その対策、お菓子を例えばあげたりとか、ミルクを切らさないようにする、そろそろミルクの時間なのに乗り物を乗らせちゃおうとかだとやっぱ結局ぐずっちゃうので、ここはねナータン中心っていうかナータン優先で考えて守らせていただきました。ビーハロってめっちゃ楽しもらえるんですよ。ね、そのやっぱり作品の衣装とかしてるとね、パナさんもらえるのももうめちゃくちゃ楽しいです。でも写真撮るのめっちゃ大変です。2人でこうやって写真撮っても赤ちゃんがニャーって顔してるし、赤ちゃんがいい顔してると思ったら自分がもうこんなんだったりとか、自己感の方がめちゃくちゃ多いね、自己感の方がめっちゃ多いけど、まあ雰囲気がすごく楽しめるのでおすすめだよねねうん。またね、このサイズ感も楽しいですよね。キッズも可愛いけど、このベビーサイズの仮装もね、ペペ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 ペでもエレクトリカルパレードとか、そういうお城の光とかはやっぱ子供ちゃん好きだと思うのでね、キラキラ好きだよね、またね、キラキラ楽しかったね、ね、はい、ということで本日も動画見てくださってありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタン、そして各 SNS のフォローもお忘れなく。よろしくお願いします。またねー、バイバーイってできる、バイバーイ。